縦パス、アンデルソン・ロペス引きつけて、うん、エウベル角田のパスカットからショートカウンターを完結させました。ホームへ F・マリノス前半でリード2点。思います、このビルドアップのところの縦パスをカットして、この縦のこの角田選手のこの差し込みがもうこれで全てですね、3対2の状況を作る、もう本当にワンタッチで打ってくださいの、このアロペス選手の丁寧なパスで、まあ、これはやっぱりエウベル選手も本当にしっかり枠に決めきる、さすがですね。はい、